皆さん、おしゃべりまろちゃんの時間ですよ。集まってください。皆さん、こんにちは。近頃、暑くなってきましたね。お散歩の後のミルクが最高に美味しい季節になりました。昨日はパパとママとまろちゃんで往復2時間くらいのプチツーリングに行ってきました。目的地は神戸の大御というところです。まろちゃんは以前紹介したリュック型のバッグに入ってパパのバイクに乗せてもらいました。行きは峠コース、帰りは湖のそばを走るコースでした。まろちゃんはバッグの中でお座りをし、クリーム色の木をなびかせ風を感じてきました。オーゴにはワンちゃんと一緒にご飯を食べたりできるオーゴ塾本陣跡という江戸時代の古民家を改装したコミュニティスペースがあるんですよ。パパとママは以前二人っきりで行ってきたんやって。そこの唐揚げ定食が絶品やったって、ママは鼻の穴をおっぴろげて興奮しながら話してたで。次はまろちゃんも連れて行ってな。それから道の駅大御の近くにある満月堂の豊助まんじゅうを買いました。パパはそこのみたらし団子がお目当てやったらしいけど、昨日はなかったのでわらび餅を買いました。帰り道のつくはらこパーキングで休憩がてらわらび餅を食べました。家に着くまで我慢できひんのんかいっちゅうねん。家に着いてからもすぐにあんこびっしりの豊助まんじゅうも食べとったんやで。多分パパもママも一生痩せる気ないんやで。それから次のお話です。先日パパが任天堂スイッチのリングフィットアドベンチャーを買ってきました。筋トレはそれなりにやってるみたいやけど、なかなか体重減らへん言うてて、わらにもすがる思いで買ってきたんや。でもな、多分皆さんお気づきやと思うけど、まんじゅう食べたりたこ焼き食べたりパフェ食べたりしてるからあかんのやで。一応買ってから二人とも一生懸命やってるで。普段の筋トレとは別の筋肉を使ったりしてるから結構いい運動になってるみたい。まろちゃんも思いっきりハトさん追いかけ回して走りたいな。そして次は重大発表です。今年の夏からまろちゃんの YouTube チャンネルは生まれ変わります。そのわけはパパがなんとあの汚いゴリラのような家を取りました。そしてさらにふっさふさの家も取りました。去年までこの時期になるとパパは短パンを履くので動画の絵面がげっつないことになってたんやけどな、今年からは綺麗な白い足を見せられるようになったで。まろちゃんの肉球の毛を剃るやつでブイーンしたんやけど、剃り終わったら新聞の上に小さい子供の頭くらいの毛玉が転がってたんや。パパの腕や足の色がワントーン明るくなりました。
翌日には全身が剣山みたいにトゲトゲチクチクするけど、今年の夏はこれでいくみたいやで。いつか脱毛器を買う言うてるわ。みんなは家庭用脱毛器買ったことある？それとも脱毛サロン派？よかったらコメント欄で教えてな。さて、本日のお話はここまでとなります。皆さん、ご清聴ありがとうございました。またのご来場お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。